はい、皆さんこんにちは、ワナリグルフィッシュです。ですね、今回はこの後信長の野望大使石田三成でのプレーを、やっていこうかなと思ってるんですけども、実はツイッターとか前回の動画とかでもお知らせをさせていただいたところではあるんですが、タイの方に遊びに来てまして、今バンコクの方にいます。で、収録の機材とかはね、ちょっと持ち込んだので、信長の野望大使をバンコクでプレーしたいなというふうに思っています。で、今現地時間はですね、朝の7時半ぐらいで、早朝といえば早朝なんですが、今僕はですね、バンコクのアソークというところにいまして、こんな感じでもう車もね、結構渋滞が起きているなというところですね。で、街もね、もうこんな感じで東京ともうほとんど変わらないような感じになってます。ただ、一番の違いはとても暑いです。なんで、年がら年中、今12月ですけど、こんな感じでプールにも朝の7時半から人がいますというところでね、ね、ちょっとね、声がしゃがれているかもしれないんですけども、ちょっと昨日遅くまでいろいろ騒いだり飲んだりしすぎまして、少しね、お聞き苦しい点もあるかもしれないんですけども、ご容赦をいただければと思います。で、ちょっとこの後ね、女の子と約束があるんで、早速この後収録していきたいと思いますんで、お時間許す方いらっしゃればですね、最後まで石田三成プレイをお楽しみいただければと思います。では、ここからはですね、早速プレイの方始めていきたいと思います。で、以前もですね、実はこのタイから実況というのは何度か、やらせていただいていたんですけども、ちょっとタイに遊びに来た時の、主に夜遊びの話をしすぎまして、方々からご批判を もろもろいただくということがあったので、ちょっと今回はね、その手の話は控えめにしたいと思いますので、もし、その手の話興味ある方いらっしゃれば、ツイッターの方ではいろいろ、しょうもないことを含めて、お話ししていますので、ツイッターの方を覗いていただければと思います。なんで、ここからはプレイに専念していきましょう。前回ですね、斎藤道三を攻めて、大垣城と稲葉山城を取りました。で、今回はその続きになるんですけども、まあやっぱりね、ここまで来たら先に斎藤家を滅ぼしてから次の動きを考えていきたいと思います。で、同盟とかの状態を確認しておきましょう。まず石田家なんですけども、同盟状況はですね、まず信長を攻めようとしてたんですけども、道三と戦闘になりましたんで、戦争になっているということを鑑みて、信長に対しては今親善中です。で、浅井足利とは同盟中で、松永久秀とは同盟こそないものの、それなりに高い親章を維持しているという状態です。で、鈴木家とは今通商の状態ですね。この後、場合によっては同盟等々も検討ができるかなという状態です。なので、この同盟をね、生かしながらの戦いになるかなと思っています。で、もう、この稲葉山、大垣含めて、この辺りはね、少し進出をかけていけば、それなりにお金が入ってきますので、この後しっかりやっていきたいなというところと、今、兵糧が4万6000あって、この後兵糧がね、さらに追加で入ってきます。で、一方の斎藤家の方を見ると、兵数が、まあ、かき集めても1万という程度になっているかなと思うんで、我々の方がね、兵数が多いということもあるので、この後稲葉山と大垣に人を入れて、稲葉山と大垣で戦闘をしていきたいと思います。で、そのための、まあ、施策なんですけども、この加納城とかに関して言うと、もはや戦闘の中心ではありえないかなというところなので、まず足軽をガッと減らしてしまいましょう。で、農兵ももう、まあ、最低の400ぐらいでいいかなというところですね。で、代わりにですね、この後出てくる稲葉山とかで、人をバーッと増やしていこうかなと思ってます。で、今はね、稲葉山、大垣ともに戦闘直後であまり人が入っていないというのもあるんで、流民含めてね。で、人事としては人材の移動をしていきましょう。で、本拠地を一旦稲葉山に定めようかなと思ってまして、稲葉山の方に三成を移動させましょう。まあ、石田一門を集める感じですね。
きます。で、大垣城の方には、左近を入れましょう。ほっ。で、松ヶ島の方はここもね、もうバッと兵を減らしていきましょう。はで、代わりにですね、それなりに戦える亀山城とかね、この辺りで歩兵をかけていきます。はで、正純を移動させたことによって神前がストップしますんで、神前はかけていきましょうね。かしこまった。で、まあ、この後のことを考えて、どうしようかな。今は動産と講和するタイミングではないんで、少し様子を見ましょう。まあ、今回はね、動産をひざまずかせましょう。石田家の前に。使いの者が来たようです。で、大谷義継からの使者ですね。これは、同盟締結24ヶ月。まあ、ここは無条件でいいでしょう。特に、何かしらというのは必要ないかな。で、まあ、道産とね、もう一戦二戦あると思いますんで、その時に、竹からの介入ができるだけ少ないようにしたいと思うんですよね。まあ、少なくても三成がね、出陣した時に相手方に謙信とかが出てくるとかなり苦しくはなってくるんで、まあ、そういう状況にできるだけならないようにやっぱりしていきたいなというところなんですよね。で、秋の収穫直後なんで、まあ、開墾していくにしても少し場所を選ぶ必要がありますよね。大垣は治水51、大垣治水51はそれなりに高いな。治水がね、しっかりあるところで開墾していきたいので、そうなると松ヶ島とかでもいいかな。か、農地のマックスがでかい松ヶ島でやりましょうか。そしたら、ここでどれくらい兵が集まってるかだな。あんまりね、時間を置いても斎藤家の方が勢力を盛り返してきてしまうんで、まあ、そうなる前にということで、もう一ターンを待って10月になったら、出兵していきましょう。で、今ちょっと浅井が兵を動かしてましたね。浅井とどこが戦争状態に入っているかっていうのをこの後確認していきましょう。報告します。先月の収支です。で、お金はだいぶ余裕が出てきてるんで、稲葉山でね、あのルミンが戻ってきてるという話もあったので、この後少し入れていきましょう。足軽を。みんなやる気がないな。やる気がないんで再考させましょう。皆さんの考え聞かせてください。ちょっとこの三成の声がね、個人的にあまり気に入らないんですよね。もうちょっと三成の声って渋めに設定をしてかったなっていうね。これにて表情を終わります。で、豊作ですね。商業行動回数増加。ああ、これはすぐにでもやりたい。考えがある。で、吉高からは獲得施策力増加。これもすぐにでもやりたいな。まず行動数増加はね、多分それなりに多分必要になるんですよね。商業地が早速見てみると75か。今4しかないんで話にならないな。となると今できるところで言うと表情の活発化、これやっておきましょう。で、精鋭足軽入れたいな。あと
ホロ州結成もやっておきたいかなとは思うんですけどね。そしたら稲葉山の歩兵状態を確認していきましょう。その前に忘れないうちに大垣証券に進出をかけておいて、一旦歩兵をしていきたいんで稲葉山で歩兵しよう。1ヶ月で収まる範囲で歩兵します。は、大垣も1ヶ月で収まる範囲での歩兵。おっと、そういうこと。承知、まあ、大垣城はこの後ちょっと時間がかかるかもしれないですね。で、御所も1ヶ月で収まる範囲で歩兵していきます。まあ、ここにはね、北畠智則が入ってるんで、戦闘力はそれなりに期待ができるかなというところですね。で、松ヶ島と鳥羽城はもう完全に兵は撤収させて、まあ、主に兵糧を、ね、大量に作ってもらう場所っていう位置づけにしていきましょう。ちょっと大垣城の歩兵が間に合わないと思うんですけど、まあ、そこはご愛嬌ということで、11月に出兵します。ちょっとね、出兵が伸び伸びしてますけども、松永と秀吉が先頭になったが、まあ、ここは近い松永についておきましょう一旦。で、ここは信玄とどうやら浅井が戦ってるようですね。さらに長宗我部と三好、ここも海戦の模様ですね。さらに勝家と朝倉もか。いや、9月になるとやっぱりみんなね、すごく兵を活発に動かしますね。で、兵をどこから貸してほしいかって、亀山はちょっと貸せないな。松ヶ島だけにして、松ヶ島の兵は貸しましょう。で、見返りとしては鉄砲、いや鉄砲少なすぎんな。軍馬も少ない。金銭は1000だけ。どうしようかな。鉄砲じゃあちょっとでももらっとく。かたじけない。報告します。先月の収支です。さあ、そしたら北陸方面が少し慌ただしくなってきているのを確認したので、こちらもその動きに流れに遅れないように先頭に打って出ましょうか。はっ。どこを攻めるかですが、まあ普通に考えて郡上八幡でいいでしょう。で、兵数の利を生かしたいんで、まあちょっと守りが有利になるとはいえ、一旦、田口に兵を集めてから郡上八幡に攻め込みましょう。ではその準備として、まずは援軍の要請をしていきましょう。今援軍要請できるのっておそらくこの足利家だけになると思うんで、足利に対して金銭1万3000か。いやー、これはちょっと上げられないな。しょうがない、自分たちの兵だけで戦うか。少しね、不安が出てきますけどね、そうなると。まあ、では先ほどお話したように一度田口に兵を集めてからですね。まあ、左近の方はマックス、吉高隊もマックスにしましょう。で、智則もマックス出して、機内は300だけ。これはどこ、鳥羽城か。まあしょうがないね、鳥羽城に関してはもともと農兵を400しか入れていないんで、それ以上はどうにもならないからですからね。そうするとだ、兵数が15400。ちょっと待ってくださいね、三成の軍勢が入ってないのはなんで。
ちょっともう一度最初から確認しよう。三成の軍勢が壊滅するとその時点で敗北するし、撤退されてもね、あの戦況に、ああ改装されても戦況にかなりの悪影響が出るんで、そういう状況は避けたいんですよね。そしたらこれで挑むか。数1万5000で行けるところまで押しましょう。まあ、ここにね足利の軍勢を入れてもよかったんですけど、足利軍を入れると金1万500、ほぼほぼ持ってかれてしまうんで、ちょっとさすがにそれはきついんですよね。まあ、ここは左近の武勇に任せましょう。いや三好勢は久秀と戦闘して、さらに長宗我部とも戦闘できる力があるんだな。まあ、三好は国力高いですからね。確かに、まあ、我々としては一度美濃を完全に制圧してから、次のね戦略的な場所を定めていきたいんですが、ここで光秀が秀吉に宣戦。長宗我部もね四国を完全に制圧してる状態で戦うんで、それはそれはねごついんですよね。まあ、ちなみにあのバンコクの方はね冬って言ってももう常時30度近いですね、この季節というかこの12月でも。なんでもちろん半袖短パンでいけちゃうような感じです。で実はこの後ね、あのツイッターとお知らせしてるんですけど、シンガポールの方に移動する予定なんですけど、シンガポールも同じですよね。めちゃくちゃ暑いですね。そしたら一旦小谷に進出しときますか。で稲葉山ではどうしようかな。まずは火巻きができる、まあ、あの肥料をまけるんで、下がってるところ、肥用度が下がってるところでやるのがいいんで、ここ松ヶ島でやりましょう。松ヶ島はね今や石田家の兵糧の一番の収穫高があるところですからね、ここで強化しておきましょう。あと治水が高いところでは開墾、まあ、基本50以上あるようなところではもうバリバリ開墾していくっていうのがいいかな。承知。さあではこの後は斎藤道三との合戦になりそうですね。まあ、各国動きがね激しくなってきてるんで、三成の方もね遅れを取らんというところでやっていかないといけないですね。続いてください。なんか三成の声もうちょっとねかっこよくしてほしかったな。本当にあの映画関ヶ原のね岡田くんが演じてた三成めちゃくちゃかっこよかったですけどね。先月の終始です。さあここはできるだけ兵を失わずに勝ちたいんで、軍事系のコマンドが入るようであれば入れておきたいんですが、そういう時に限って誰も軍事を提案していないっていうね、全然ちょっと三成のというか僕の心を読まないな。で重家が軍事19、左近が18、いやいきなりみんな空気読んだな。
それも一つの策ですね。で、茶室外交が提案されて、やっぱり、いや、なんとなく軍事ばっかりすごい上がったけど商業農業論議全然ないんだろうなと思ったんですけど、まさにその通りで、結果何もできないっていうね。どうしようかな、しょうがない。じゃあこれで斉藤家と決戦に臨みますか。この一戦にかかってますからね、ここで負けるわけにはいかない。承知。まあ、残念ながら浅井からも足利からも援軍を得ずに戦いますからね。囲むのです。お、ちょっと待ってね、これは何、どういうこと。ちょっと待ってね、めちゃくちゃいい展開だぞこれは。勝頼軍が同じタイミングで美濃に侵攻してますね。それによって斉藤軍が一度開兵して松倉城を守りに行ってるな。ってことはここは強行ではなく一旦このまま囲みましょう。報告します。先月の収支です。しかもその勝頼軍は出兵を取りやめたっぽいんで、こうなってくると勝頼の動きが完全に牽制してくれた感じかな。斉藤軍撹乱してくれましたよね。撹乱、これによって郡上八幡の2000が潰れるんで、残りの斉藤軍どうでしょう、8000ぐらいですか。しかも郡上八幡を無傷で手に入れることができる。口ほどにもありませんでしたね。で、オリーベを捕まえてますが、まあ逃がしましょう。かたじけない。そしたらこのまま、まだまだ兵糧に余裕がありますからね。続いて勝頼に取られる前に松倉城を取りましょう。皆さん続いてください。宇治里が織田家攻略ですね。使いの者が来たようです。斉藤家より交渉か。無条件で講和。いや、さすがにこれは虫が良すぎるでしょう。ここは拒否だな。さあ、春になってこの後の情勢どう変化するか見ていきたいんですが、まあ、春はね、そこまで兵がガタガタ動くっていう時期ではないんで、浅井との同盟が切れたか。よし、浅井とは同盟を延長しにかかろう。速攻で足利とも同盟切れ。同盟切れはちょっと困るんで、すぐにでも同盟を結びにかかりましょうか。ではまず忘れないうちにというところなんで、おお、信長が稲葉山を狙ってる。それはぜひとも避けたいな。まずはじゃあ忘れないうちにいつもの進出と土作りをするところをどこにするかだな。費用度が下がってるところでこれもやった方がいいかな。で、費用度を上げた、松ヶ島で種まきはしましょう。承知。承知。で、費用度が下がっているところで言うと、長野城とかでも土作りをしておきましょうか。でだ、交渉ですね。まずは信長に対しては
どうしようかな。今、何かやられても困るしな。まあ、とりあえず、アザイに対しては、同盟を締結しておきましょう。承知。で、将軍家に対しても、もちろん同盟。承知。で、怖いのが信長なんだよな。信長の動きが、稲葉山を今狙われてもな。包囲しましょう。ちょっと急いだ方が良さそうですね。信長の動きが怖いので、どうしようかな。稲葉山、きっと斎藤家はすでに兵糧切れを起こしてるんじゃないかなと思うんですよね。報告します。先月の収支です。兵糧切れを起こしてるとなると表情を始めましょう。囲んでも敵が出兵してこないんで、味方の兵の、ね、損害を抑えながら戦うことができるんですが、それにしたって味方の方もね、あと半年間耐えなきゃいけないんで、兵站管理やりたいけどな。兵站管理は農業がちょっと足りないですね。さて、そうすると灌漑支援か施策強化か、施策強化しときますか。一旦じゃあ結果的に国力が強くなるのがね、早まると思いますんで。で、ちょっと斎藤家との力関係を見ておきたいんで、斎藤はというと兵糧が収入1011しかないと。いや、もうこれ完全に斎藤は積んでるな。このまま城を囲もう。で、最悪信長が一戦を挑んできた場合にはこれを迎え撃ちましょう。お、商業進出をちょっと失念しちゃいましたね。まあこれ本当に兵糧攻めって怖いよな。出兵できないですもんね、だって。では光康を登用しましょう。で、三成はそのまま諏訪へと兵を進めます。囲むのです。報告します。先月の収支です。いや、兵糧攻めだなこれ。本当に兵糧攻めで動産をひざまずかせましょう。でだ、さっきちょっとね、忘れて一旦無駄にしてしまったんで、ここは忘れずに寝室を入れておきましょう。で、この後はそうだな、郡上八幡と松倉城に、人を入れなきゃいけないですね。今だと誰も入ってないんで、稲葉山城で一気か。まあ、ちょっとこれ早く戦を終わらせる必要があるな。日光一文字、北条宗雲が手に入れて以降北条家の家宝となった刀と。で、官兵衛に与えられたという日光一文字手に入れましたね。ちょっとね、正直今いろいろと一揆が起きてたりはするんですけど、このまま斎藤家を滅ぼすところまではちょっとね、持っていきましょう。民の疲労困窮極まれりというところだとは思うんですけど、郡上八幡にじゃあ人入れよう。で、鳥羽と松ヶ島はもう人入れておく必要はほぼほぼないんで、鳥羽と松ヶ島から移しましょうか。いや、小作り一門を郡上八幡に。で、松倉城にはそうだな、鳥羽城もね、こんな人いらないんで、もう、どうしようかな。鳥羽城から、まあ、どうしてもね、守りたいんで、
知略が高い機内を入れておきましょう。城での籠城戦は知略が高い武将の、まあ、いわゆる守備力がそのまま城の守備力になるんで、ここは機内と福原を入れておきますか。さらに土器も入れとこう。かしこまった。で、今にして思えばそれぞれ上司をね、ちゃんと任命していった方がいいですね。まず松倉城の城主は、ここからの画面では選べないね、選べないね。郡上八幡も選べないですよね。ここにも小作り一門入れましたけど入ってないんで選べない。だったらちょっとここは一旦後回しにしてしまって、諏訪城攻略を進めていきましょう。戸沢家安藤家に滅ぼされたな。さあ残るは機運城だな。機運城を取れば道さんを完全にひざまずかせることができる。もちろんね、道さんはそのまま登用しましょう。まあ、兵糧がゼロなんだろうな、道さんは。完全に兵が出せないっていう状態になってますよね。包囲しましょう。さあ、ただ我々も兵糧が少し心配になってきたので、ここは強行で一気に決めましょう。この後はで、ちょっとね、商業が欲しくなってきてるんで商業系重視でいきたいんですが、農業も欲しいしな。かといって機内のこのね、部隊士気上昇とかも、流民増加率上昇とかも美味しいんだよな。一気鎮圧も大きいし、ここはちょっと機内にしよう。お、聖足軽がようやく雇えるようになりましたね。雇える？いや、豊作解放できるようになりましたね。で、このね、豊作をやった後に忘れがちなのが寝室なんで、寝室もやっちゃいましょう。足軽でね、結構お金使っちゃってますんで、商業寝室はね、しっかりやっておきたいっていうのと、もう我々も画面上部ある通り兵糧が全くないんで、ここは強行で一気に、最後は機運城動産もろとも踏み潰しましょう。これは何が解放されたんだろう。大使第一大満大騎士の特性が解放されて、天下奉行兵団整備が解放。やった。ちょっとこれすぐ確認したいな。今ね、まさに欲しいところなのかもしれない。さあ、これで斎藤家を滅ぼしましたね。で、道さんはじめ、いや、これ豪華だな。まず何といっても道さんですよね。知略96は大きいな。あと堀秀政とか嬉しいですね。堀秀政、あとは吉達もね、こうやって見ると平均的に能力は高い。で、美濃三人衆稲葉、あ、機長とかもいますね。わあ、機長かわいいな。まあ、こんな感じで一気に家臣団が強化されますね。前田玄威とかもでかいですね。これ内政地、外政でも玄威はでかいな。よし、全員まとめて登用だ。では兵糧が底を尽きるので開閉していきましょう。ここまでね、動産をすんなりとひざまずかせることに成功したのは大きいですね。この後はやはり信長かな。そうなると、まあ、ただ一
旦ですね、兵糧を回復させないと話にならないんで、兵糧の回復をさせていきましょうか。で、勝家が諏訪へ侵攻してくる構えがあるということ？まあ何はともあれ人を入れていきます。で、そうなると勝家に備えるために紀雲城には堀秀政を入れよう。あとは堀つながりで堀を入れておきたいな。堀内と堀はさすがに関係ないよねこれ。よし、この2人、秀政秀治を入れておいて、で諏訪には道山を入れておきたい。これで結構陣容としては厚くなったんじゃないかな。まあ、ちょっとね、斎藤一門で揃えると謀反の可能性とかあるんじゃないかっていうね話はあるんですけど、大使に関してはね、調略とかいうのがないんで、あるとしたら、武将が出奔するっていうぐらいなんで、ここはもう斎藤一門を諏訪に押し込んでおきましょう。これで勝家の抑えとして機運と諏訪で勝家を抑え込みましょう。いやー本当に大きいな。はい、というわけで、ちょうどね30分ぐらい経ちましたので、タイはバンコクから信長の予防大使石田三成プレイお届けしてきました。いかがでしたでしょうか。